それでは長野の予想フォーメーションです。 3-1-5-1 と予想しました。ゴールキーパー浜田、3バック右から高橋、池谷、佐古、アンカーに加藤貢献、インサイドハーフ右に佐藤、左に安藤照、ウィングバック右船橋、左杉、トップ下三田、ワントップ新です。相模原の予想フォーメーションです。 3-1-4-2 と予想しました。ゴールキーパー東、3バック右から綿引、皆口、山下、アンカーに若見、インサイドハーフ右吉武、左西山、ウィングバック右に加藤大輔、左に橋本、ツートップ瀬沼と藤沼です。最終ラインからつなぎます。相模原も高い位置から寄せていきます。さあ縦に出した、さあ抜けていきます。さあ左サイドから入っていく、グランダーのクロス合わせましたが、ここは東でした。最後芯が詰めていました。連動したプレスを見せています。三田直樹、右サイドから持ち上がる、インナーラップ安藤です。安藤照、ワンタッチ安藤照、三田からのグランダー西村右足、ここは決定機、相模原の選手最後触ってゴールライン割りました。ボックス内瀬沼に対してこぼれ球、左足、最後は吉武、こぼれ球に合わせていきました。この橋本を直接ボックス内にスローインで刺していきました。ファーを狙っていく、ヘディングました、枠の左、最後は瀬沼でした。ファーで飛び込みながらこの岩上のフリーキックを合わせていきました。中央プレコントロール、西村右足だ、西村ここは素晴らしいパスからのこの胸コントロールシュートでした。杉か加藤貢献か、左の杉、右の加藤貢献、加藤貢献だ、直接決まりました、直接フリーキック、ゴール正面の位置からしっかりと決め切りました。加藤貢献、新加入の加藤貢献、初めての長野の試合、大役成し遂げました。正確なキックの持ち味の加藤貢献、いい位置からのこのフリーキック、ここはしっかりと決め切りました。一つここまで続いていた先制されるといった悪い流れ、長野としては変えることができました。さあスルーパス抜け出した、デュークカロス、デュークだー、このボールは枠の右流れていきました。デュークカルロス決定機、吉武からの素晴らしいスルーパス抜け出したデュークカルロス、キーパー浜田の飛び出しをよく見てこのボール打っていきましたが、惜しくも枠の右でした。三田のスローイン、西村を使います。ブランダーシュートだー、近藤隆史、後半入ってからまずこのシュートシーン作ってきました。左のサイド、近藤隆史です。ボックス内1人上がっている、船橋だ、こぼれたところ、ハーフに行きますがゴールライン割りました。ゴールキックになります。近藤隆史の持ち上がりからの船橋でした。加藤貢献シュート狙っていきました。今日先制点の加藤貢献、ここは狙っていきました。ロングフィード、さあ抜け出す、左足振り抜く、このボール、浜田よく触りました。安藤翼のこのシュート、枠に行っていました。
ボールを奪った安藤翼、安藤翼から水口パワープレークリアしました。最後は池谷、そして試合終了の長い笛です。長野ようやく掴みました。10試合ぶりの白星です。リーグ後半戦の初戦勝利しました。長かった長かったトンネル、長野ようやく抜け出しました。